実は小説よりきなりタイム始まりだぜ。始まりだわ。そろそろ終戦の日が近いから YouTube で特攻隊の動画を見てたんだけど、本当に恐ろしくて悲しい作戦なんだわ。時代の都合で家族や恋人と永遠に会えなくなっていった。こんな作戦をするしかなかった彼らがすごく不憫に思うわ。軍隊だし誰も命令には逆らえなかったんだろうな。まあ隣組の動画でも空襲は逃げずに消火しろが普通だったし、拒否できない空気みたいなものがあったんだろうね。いや、実は拒否した軍人がいたんだぜ。上官の命令は絶対かつ精神論の大日本帝国軍で拒否？そんなことしたらどんな目に遭うか。てかその勇者は誰なんだ？海軍少佐、美濃部忠だぜ。幼少期は虚弱体質ながらも努力でカバーし、海軍時代は航空バタを歩み太平洋戦争に突入。合理的な判断と人情で部下たちを訓練し、そして多くの上官が並ぶ作戦会議の末席で堂々と特攻作戦を拒否。それだけでなく他に方法を模索しない上層部を批判したんだぜ。あの時代あの組織において正面切って正々堂々と上官に拒否と批判、これほどの軍人は身の上正し少佐くらいなんだぜ。何ちゅう度胸なんだ。普通なら思っても空気的にも言えないし、ましてや上官に立てつくなんて言語道断の社会。そして何よりあの特攻に反対ってすごいんだわ。こんな人物がいたなんて知らなかった。詳しく解説お願いするんだわ。よっしゃ任せろ。ほんじゃしきみ、いつもの頼む。この動画はゆっくりプーチャンネルの提供でお送りします。さて、特攻に反対し批判した男美濃部忠、気骨ある彼の生い立ちから見ていこう。1915年7月21日現在の愛知県豊田市、農家の6人兄弟の次男坊として生まれた。屈強な軍人のイメージと反して彼は虚弱体質だったぜ。美濃部は8歳の時に腸チフスにかかり生死の境をさまよい、回復するも虚弱になり胃腸が弱く太れない体質となった。軍人になるには大きなハンデを負ったんだぜ。美濃部は中学時代に飛行士に憧れ志すも、周囲からは海軍兵学校は無理だと反対される。だが先に海軍兵学校にいた兄の励ましから努力し見事合格。しかし入学後も虚弱体質のため成績は振るわず、なんとか卒業できたというレベルだったんだぜ。卒業後は海軍少尉となり希望の水上偵察機の搭乗員になる。その後は中国戦線へ配属となり偵察任務や爆撃任務に従事。ここが美濃部の伝説のスタート地点なんだぜ。美濃部は体が弱かったんだ。上官に正面から反対するほどの度胸のある軍人だから、昔からもっとすごい人と思ったけど意外だったわ。でも努力でなんとか希望の飛行士になれたんだね。これからどんな成長をするんだろう。1941年12月、美濃部は真珠湾作戦に参加。日本軍は奇襲戦法でパールハーバーの壊滅に成功し、その時の写真を本土まで運ぶ任務をしたんだぜ。太平洋戦争が始まってからは美濃部の活躍はさらに増す。彼は各地を転戦することになり、ビスマルク諸島、ジャワ、インド洋、セイロン沖と南方各地での作戦に従軍したぜ。1942年6月にはアッツ島占領作戦に参加。島内偵察のために上陸し、そこで原住民とアメリカ人夫婦を発見する。だが美濃部は彼らに危害を加えず安心させた。作戦に直接関係のない人々には危害を加えなかったぜ。まあその後日本軍に捕まってひどい目に遭わされたようだがな。1943年にはソロモン諸島方面の作戦に参加。参加したもののマラリアに感染しや占領院送りになってしまう。しかしこの入院で美濃部は大きな偶然に出会う。以前本土で指導した少年飛行兵が同僚院におり、彼は幾多の戦闘により精神を病んで入院させられていた。少年は美濃部に再会すると、教官、早く私を退院できるように言ってくれませんか。今度は水蒸気に250キロ爆弾と機銃4門をつけて重爆撃したいんです、とこの何気ない会話が美濃部にひらめきをもたらす。この出会いが美濃部が得意となっていく夜間攻撃のヒントになったんだぜ。そして美濃部が率いる浮揚部隊にもつながっていくぜ。退院後、
身延は自身の部隊に夜間爆撃を指示し実行。米軍は完全に油断していたため大打撃を受ける。だが米軍もやられっぱなしではなく反撃に転じ、米軍機動部隊によりトラック島は大損害を被る。多くの航空機を損失したため身延は緊急で本土へ戻り、航空機の補充を軍令部に依頼。担当だった源田稔中佐に水上機部隊にゼロ戦は渡せんと拒否されるが、身延は前線の状況、水上機部隊の経験豊富さ、夜間爆撃の効果とそのための訓練をした部隊員が多いこと、彼らとゼロ戦を組み合わせた場合の可能性を必死に説得。この時は米軍側も相当に攻勢が強く、身延の夜間爆撃も思うような戦果は上げられなかったが、その後も彼は航空機を駆使した攻防で様々な作戦に参加する。もちろん漫画や小説のように連戦連勝ではなく、時に身延の作戦が失敗し損害を出したり、それによって移動させられたりと苦難の連続だったぜ。1944年9月の作戦時、夜間爆撃に襲来した B-24 に迎撃しようとした部下が、機銃が故障のため機体ごと体当たりすると無線してきた。だが身延は、死なせてはいかんと叫び、無線にて特攻せずに帰投することを命じている。この部下が無事に帰投した際、身延は泣きながら出迎えて生還を喜んだという。当時ならば差し違えてでも敵を撃破することが当然であり、生還より名誉ある戦死が素晴らしい価値観だが、身延は手塩にかけて育てた大切な部下の損失の方が重大と考え、死んではいかんと叫んだのだろうな。このように身延は精神論ばかりの日本軍の中で異質な考え方を持っていたんだぜ。幼少期から虚弱体質で善と多難だったけど、軍人となってからもいろいろと山あり谷ありだったんだね。その分身延はいろいろと試行錯誤しつつ、さらに努力も重ねて任務をこなしていったのね。だからこそ変な精神論一辺倒ではなく、今どうするのが最適解かを考えていたのかもね。当時の日本軍は理論より精神論だからな。どう考えても間違ってることでも上官の言うことなら正解。そんな中で身延は変わった存在だったんだぜ。そして1944年10月、あのレイテ島の戦いが始まる。特攻隊の父と呼ばれる大西滝次郎中将は、神風特攻隊により米軍を迎撃しようと計画する。作戦会議でも、日本が勝つ道はこれ以外にない。故にこれからも特攻を続けるし、批判は許さぬ。反対する者は叩き切る、とまで凄んでいる。そんな大西が11月に身延を呼び出し特攻を命じた。すると身延は大西にこう述べた。特攻以外の方法で閣下の目的をなせるならばそちらの方が優れた方法ということです。私はそれに尽力すべきと考えております。特攻には指揮官は不要です。ですが私は指揮官、私なりの方法がございます。私の部隊は私の指揮下にあります。誰のご指示も受けません。と、とんでもない反対意見を正面から述べたんだぜ。これに対し大西は意外なことに、君はそれだけの気概と考えを持っていたのか。それなら特攻は中止でいい。君にすべて任せよう。と、身延に理解を示したんだぜ。あの大西が通常なら簡単に折れるわけがないので、身延の説得がどれほど理路整然としており情熱的だったか、この結果から明らかなんだぜ。その証拠に大西は身延の野襲戦法を高く評価しており、本土に戻って野襲戦闘部隊の本格的編成を指示。静岡県の藤枝基地を本拠地とし、不要部隊と命名したぜ。新たに配属された隊員は夜間戦闘に慣れておらず、夕方起床、夜中に座学や訓練をする昼夜逆転の猛訓練を行い、最初は全くだった隊員も往復1700キロ、5時間の夜間飛行ができるまでに鍛え上げたんだぜ。着々と身延の部隊が仕上がっていく中、1945年2月、連合艦隊主催の作戦会議にて、今後の沖縄戦についての議論があった。こうした作戦会議では現在でもその傾向があるが、議論と称した単なる決定事項報告会となっており、すでに上官らも認めたことに下の者が口を挟むことはありえなかった。だが身延はこの会議でも席次が最下層にもかかわらず、居並ぶ指揮官や幕僚に対しこのように猛反対したんだぜ。参謀は
沖縄戦では練習機も投入して全員特攻とする、もはや訓練の燃料も少ないと発言。美濃部は速度の出ない練習機を出してもあの無数のグラマンを突破できません、精神論だけでは勝てるとは思えません。参謀は必死陣中の兵に対して第一線の指揮官が何を言うかと怒号を飛ばす。しかし美濃部は臆することなく、兵の中に死を恐れる者は一人もおりません。しかし死をもって報告するには相応の目的と意義が必要なのです。彼らは自らの死で先行を立てたいと考えています。同じ死ぬなら確証のある手段を考えていただきたい。でなければ彼らも遺産で特攻できません。参謀はそれならば君は他に方法があるというのか。美濃部はここにおられる方々で自ら特攻する者は一人もいません。必死陣中と勇ましくおっしゃるが、実際どれだけ銃弾をくぐってこられたのか。私はこちらの誰よりもそれを経験してまいりました。この作戦ではあなた方自身は命を懸けておられるのですか。飛行機不足や燃料不足で訓練ができていないことを理由にされておられるが、作戦指導上のあなた方の努力不足が原因ではないのですか。私の部隊では皆すでに夜間攻撃可能なまでになっており、正しく決死の訓練をすればいたずらに兵を死なせることもなく、敵に通撃を与え皆に死に場所を与えられますと、まさに堂々とした反論を述べたんだぜ。美濃部の発言に対し上官らは黙ったまま何も言わない。さらに美濃部は遅い練習機をいくら特攻させようともグラマンに虫のように落とされるだけです。こんな作戦が有効とおっしゃるなら、ここにいる方々が練習機に乗り実際にやってみればわかります。私一機で全て撃墜してみせますと正論を続けた。すると大西中将は、この会議で一番若い君が特攻を拒否する態度ではこの国の将来が案じられるがどう思うのかと詰め寄った。しかし美濃部は、私は特攻を拒否しているわけではありません、命令が下ればいつでも出撃できます、ですが我が部隊はすでに夜間攻撃が可能な状態であります。より成功率の高い夜間攻撃に徹し、若手はさらなる訓練をすべきと考えております。この美濃部の特攻拒否発言に対し、通常ならば公明罪で処罰される可能性もあった。だが美濃部を支持する意見も多かったため不問とされたぜ。美濃部の軍人としての考えは、初めから負けと分かっている戦法は論外、八方手を尽くして方法がない場合は特攻やむなしという精神論を排して合理的に戦果を上げられる方法を考えていたんだぜ。だからあの会議でも臆することなく反論したんだぜ。とんでもない男なんだ。現代ですら会議で反対意見を言うのははばかられるのに、あの日本軍のしかも全員上官の中で堂々と反論、感情的じゃなく勝つための正論だもの。そりゃ精神論で思考停止した人は何も言えないわ。それにしても偉い人に対して、お前らが努力しないことを下にすりつけるな的な指摘は現代の社会人でもそのまま通用しそうだね。上司がすべきことを部下に押し付けてるケースって多いもの。特攻に反対するも仲間内に打ち明ける人はいたが、会議の場でしかも上官に直接言ったのは凄まじい。美濃部の勇気には本当に尊敬するぜ。当時の日本軍はあらゆる方法で解決策を模索するのではなく、これと決めた方法を何度も繰り返し、その過程でのコストと精神力に自己満足、結果より頑張りを重視して自己正当化していた。もし美濃部のような合理的に考えられる上官がもっといれば、太平洋戦争の結末は変わっていたかもしれないと言われているぜ。本当に尊敬するわ。当時の日本軍の弱点って現代でも全く同じ気がするね。結果じゃなくてどれだけ頑張ったかを重視し、工夫して楽に結果を出す人を軽蔑、逆に失敗してるのに変な努力をした人を評価する。なかなか変わらないものだね。現代にも身の上正しみたいな人がもっと必要かもね。今回も勉強になったわ。本当だな。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 Twitter リンクもチャンネル概要欄にあるので、よければフォローお願いします。ほんじゃ、バイバイ。